今日もリアタイやります。2連敗してます。秋山苦手なので使い方あればコメントお願いします。相手3 B ランクも入ってるから連敗を止めていきたい。実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目して。初球打ち、ファウルになります。あ、いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール、低め、これは外れます。打ちました、これもファウル。引っ張った、坂倉アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っているウィーラー。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、この打球はフライになっています。バッターボックスには指名打者の坂本、ツーアウトになっています。マウンド上、秋山、そしてキャッチャーは伏見。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。見ましたが、これはストライク、ノーボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ。危ねえ。ボールには切れました。入っていれば先制というところでした。打ちました、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番 T 岡田、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球から行きました、打ちました、ピンチ。セカンドの右抜ける、マリーンズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには島が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。打ちました、ファウルになります。危ない球です。カットボール見送ってボールです。引っ張った坂倉、なんとか抑えた。スリーアウトチェンジです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発バッターは吉川。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球打ち、宮崎が抑えています。ワンアウト、バッターは2番に入っている殿崎。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、取った、ツーアウトになりました。バッターボックス坂倉、ツーアウトランナーありません。この回のマリーンズ打線ですが、2球でアウト。あっという間インコース詰まりました。吉川が抑えて3アウトチェンジです。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打順は6番宮崎。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター、バッターは7番に入っている藤原。ヒットでランナーを1塁に置いています。打った、スライディングキャッチ、変化球打った、抜けていった、レフト前ヒット、マリーンズピンチになりました。さあ、そして打席には源田が入ります。怖いバッターに回ってきましたね。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあここでの失点は勝敗に関わってくると思いますから、絶対に抑えないといけませんよね。なるほど、そうですね。一二塁間、難しいバウンドをさばいて二塁コースアウト。ここもなんとか抑えた。二回の裏になります。さあ、マリーンズこの回は4番から始まります。吉田が打席に入ります。マリーンズ得点に動きが、初球いきますね。さよなら、
チャンネル登録だか評価通知をお願いします。チャンネル登録。